チャオ、あっちゃんです。最近ね、ちょっとソーレイであんまりあれやってないでしょ、これやってないでしょ、これも使ってんのは使ってんねんけど、今ちょっとこれ水なくなっちゃってんねんけど、使ってんねんけども、実はね、ヒアルロン酸だから使ってたけど変えました。でちょっとね、みんなに紹介する前にちょっとね、新たにまあちょっとね、商品は見せへんねんけども、ちょっとそれをね、ジェルを、ヒアルロン酸ね、ジェルやねんけども、それを今使ってんねんけども、実はちょっとね、髪の毛を束ねるの忘れてた。まあいいや、こんな濃厚なジェルやねんけども、これ使ってんねん。またね、詳しくは紹介するけどね、こんなジェル使ってんねんけど、これを顔にのせていきます。またね、詳しくは紹介していきますね。これがあっちゃんの今の、気になる人はあっちゃんで見とってね、この後ね。またね、いつか紹介するんで。こうやって顔にのせていきます。すごいね、濃厚な、この匂いがまたね、人それぞれで匂いが違うらしいのよ。まあそれはまた詳しくまた話します。どんな製品なのかちょっと今見せずにね、ちょっとやっていきましょう。今日はそれの紹介じゃないんでね、それよりもね、ちょっとね、面白いのがね、まあこれやった後ね、お肌にね、水分を与えていくね。服がね、濡れるんで、ちょっとタオルを巻いておきます。ちょっと置いといたらね、もう浸透してるね、乾いてきてるね。水分を与えていきます。顔に水分を入れていきます。だけどね、最後までね、化粧水ですね、けどね、これあっちでもハトムギ使ってんねんけども、これね、ちょっと教えてもらって、面白いのね、100均にね、こんなペットボトル売ってんねんけど、これに詰めてね、シュッシュしたらね、化粧水使いやすいでしょ。化粧水って手につけて、こうやってピッピッてつけてジャブジャブってやったら結構こぼしたりもするし、ね、うまく浸透できるでしょ。これ使ったらすごい楽やね。これって詰め替えてってじゃなくね、このね、口がね同じやね、教えてもらってんけど、ネイルしてるからね、このね、口がね、ここのネジと一緒だから、これが使えんねん、ほらこれで収集できんねん、便利でしょ。これちょっと教えてもらったから、これちょっとみんなにシェア、これ100均のね、スプレーボトル、この長さ大体同じのをね、この長さの同じのを探してきたらね、こいつが使えんのよ。で、これはね、まだね、あ、ちょっと太いな。ちょっと使うかどうかは別としてね、まあ、こういうこともできますよっていう話なんだけどね。こうやってね、水分をね、入れて、で、これ、何度か水分入れるのよ。
で要は、肌が、ね、プルプルにするには水分ってすごい大事やねんね。で保湿するのにこれでやって、化粧水やってヒアルロン酸ってやるけど、じゃなくヒアルロン酸、まあまあまあまたあの詳しくお話します。このジェルってねやるけども、このジェルがめちゃくちゃいいな、うん、なんか他に ないみたいなね、うん、また詳しくは話します、ちょうどなくなったしね、前使ってたもんね。でそのタイミングやったしと思って、すんごいこれいい、うん、これまたこうやってちょっとまた水分入れるんだけどね、まだもうちょっと濡れてるな、乾くまで置いときます。はい、ね、乾燥したんでね、もう一回塗ります。たっぷりね、流れた、塗りすぎた、冷た単純に水が、服がねベタベタだからね、ちょっとタオルを巻きながらね、ハトムギ化粧水をいきます。化粧水よね、こうやって、うん、たまらんとこ。こうやってまたね、ちょっと置いときます。こうやってね、で最後にね、クリームでね押さえるんだけども、ね、まあ、こうやって数日前からね、多分ソーレイにあのシュッシュがなくなった、これの動画がなくなったぐらいから変えたのよ。で今でね数日経ってんねんけども、全然肌の感じが違う、うん、自分触ってもわかるし見てもわかるね。なんせ手がすべすべ感がすごいよね。ね、気になる方はねチェックしとってください。でこれからまたねあっちゃんの肌がどれだけ綺麗になっていくのか、うん、っていうのが、動画で日々日々更新されていくんでね、うん、まあ何人か気づいてくれて言ってくれた人もいるけどもね、肌綺麗くなってないって言ってくれた人もいるし、実際会った人でもね、うん、ええって言ってくれる人もいてるって感じなんで、また、まあ、日々日々動画で更新していくんでね、まあ、見ていただければと、うん、肌が若返っていくねあっちゃんの姿を見ていただいたら、でまたそのどんなのを使ってるのかね紹介できる日があれば紹介したいと思います。ということで、まあ、今日はねもうこんな感じで、あと、まあ、クリーム塗って抑えるんでね、そここの化粧水が乾くまでちょっと待ってます。もうちょっとね、でもこれちょっともうええわ。もういいわ。はい、ええことでね。これでもね、このボトルの上に100均のこれつけたら便利を教えて思って、これはちょっといいなと、ちょっと思ってんね。うん、今まで手につけてね、こぼしながらこうやって塗っててんけどね。うん、ちょっと便利やなっていうので、買ってきたね。いやいや、まあ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 、いろいろとね。ありますわって感じやねんけども、まあ、スキンケアの動画やねんけど、ね、何を伝えたいのかっていうのを、抹茶の肌が綺麗になってきますよっていう話やねんけど、でどんなの使ってるのかまだ内緒です。はい、また、ね、気になる人は聞いてみてください。コメント待ちしてます。はい、ということで、今日のね、まあまだせやこの後クリームの動画につなげます。はい、ね、肌が乾いてきたらね、ね、肌が乾いてきて、ちょっと待ってね、放送事故みたいになってるけどね、ジェルをね、一滴だけ出して、クリームでね、押さえましょう。
寝てね、潤いをね閉じ込めていきます。こうすることによってね、肌がすごくね良くなっていくんやって。でね、朝晩毎日2回やってます最近、はい、一応残ったやつは手に塗っときましょうね。手もね保湿しちゃんと。髪の毛ちょっとね吹っ飛んでるけど、髪の毛濡れちゃったんでね、あとまた乾かしておきます。こんな感じでね、肌がね、ちょっと髪の毛が冷たいんで乾かしておきます。はい、真ん中にね、肌に水分を与えていくとね良くなっていくんで、日々日々良くなっていく。あっちゃん見ていただければ嬉しいですということで、気になる人はねまたコメントください。ということで、今日のあっちゃんのスキンケアの動画良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。